ああ、この辺りね。気が気ではなかったっていうか、バレてるわ。バレてんだよな。バレてんだよな、これ。このページ破けてる。問題はね、この後、どういう感じで鍵を盗んで忍び込んだかやな、鉄くんが。あいつが犯人、それはわからないよ。でも僕らは思っている以上に互いのことを知らないんじゃないのかこれよ。これが結局のところさ、響いてくるわけよ、この言葉が。来た。鉄くんバード。ああ、そうか、この3人だったやな。そうだ、捜索をここでしとったよな。捜索するための班分けをする。神谷君と同じ班なのは、いつもの生徒会組、諸角さんと僕だった。みんなが東国さんの捜索に出発する頃合いに、僕は神谷君に声をかけた。ねえ、神谷君。どうかした？普段通りの表情で答える神谷君。でも、なんでだろう。さっきのロウ君のこともあって、普段通りすぎるのがかえって気になった。少し様子がおかしいような。ああ、哲くんもこの辺気が取ったんやな。大丈夫？心配になって声をかける。神谷君は一瞬驚いたように、僕を見たけど、すぐいつものようにしっかりとした顔つきになった。変わったね、一瞬。大丈夫？俺に任せて。今までだって何とかしてきたんだから。今までだって何とかしてきた。彼がそう言う時は、自らを鼓舞している時だ。つまりは不安な何かがある。神谷君ほどの人を不安にさせる何かが、だ。うわぁ、テズ君。さすがよく人を見ているところがあるな。この不安っていうのがな、逆にクローン世界におったからこそこういう展開があるかもしれない。で、仲間同士でぶつかり合いになってしまうかもしれないっていう、そういうことを、そういう不安がある、そういう気持ちかもしれんな。わかった。任せるよ、いつもみたいに。どうした？ああ！何か思い出そうとした時のやつじゃない？突然頭がズキンと痛む。それとともに映像が流れ込んできた。俺に任せて。そう言ってきた彼の姿だ。覚えている。今まで何度も神谷君は無理をしてきた。そのために声をかけられたけど、いつもそう言われて何もさせてもらえなかった。僕にできることなんて何もない。いつもそう思ってきた。でも、ふと一つの映像が頭の中を流れる。問題を起こした生徒を追い込んだ時のことだ。放課後、学校に文句をつけに来た、その両親とばったり出会ってしまった。この悪魔め。罵倒雑言をかな。一心に受け止めている彼の姿、瞬間、とてつもない後悔が流れ込んできた。神谷君はいつも自分一人で抱え込んで、その責任を一人で受けてきた。彼の力になりたい。いや、なりたいじゃない。なるんだ。そうか。後編の決意がさ、一周目で最終的に自分を変えたいと思ってるんだ、みたいな、決意につながってくるんじゃ。その後僕すだぐけにど、消えてしまう。東国さんを見つけるためにも、桃野さんと変わってもいいかな。ああ、ほうか、ほうか。このチャプターでこの3人が集まった時にあれって思ったよな。確かさ、この時の3人1組の時のさ、捜索班ってさ、確か、京介と、
哲くん一緒だったはずなのにって思っとったもんな。わーってことはおい、哲くん何お前、ゆうちゃんと一緒におられる時間潰してきたんだお前、しばくぞお前。え、いいけど、ありがとう、桃野さんに行ってくるね。わー、ゆうちゃん、ゆうちゃん押しのけられたんじゃ、かわいそうに。僕が神谷くんのためにできることはただ一つ、今の彼が大切にしていることを僕も大切にすることだった。で、了承したんじゃん、ゆうちゃんも。どうしてどうしてどうしてなの、ゆうちゃん。あんだけ京介くんのことが好きだったら、ここで変わっちゃいかんよ。僕は、桜井くんとロウくんと、東国さんの捜索をすることになった。と言っても、桜井くんが先陣を切って、僕はついていくだけだ。ロウ、なんか、首の後ろなんかバッテンついてるぞ、お前。何お前。ロウ君は、探す気はあまりないようで、つかず離れず、うろうろしていた。ロウ、真面目に探せ。だってな、見つかるわけないし。どうして？自分で考えろ。が険悪だ。あの、意外とお前ら二人身長似てるな。桜井君とロウ君の間はピリピリとしている。表立ってロウ君と対立しているのは町浩二君だったが、最もロウ君と合わないのは桜井君だと思う。桜井君とロウ君は徹底的に正反対の性格なのだ。相まみえる部分が一つもない。桜井君が入れる建物を探して先を歩く。神谷君の反応で、まず間違いなく神谷君は今ピンチの状況にある。神谷君は急にロウ君のことを思い出したと言った。あれは明らかにおかしい。みんなと角が立つことをわざわざ言う必要がない。それをわざわざ言ったのは、もしかしたら言わされているからかもしれない。なるほど。桜井君には話が聞こえないであろう距離で、僕はロウ君に話しかけた。ああ、こっちのグループに入ったんはどっちかって言ったらロウにいろいろ聞くためか、探りを入れるためだったんじゃ。神谷君を脅した。そうでしょ。ド超直球、ド超直球。ロウ君は意外そうな表情で僕を見て、ゆっくりと口元だけ笑った。脅したわけじゃない。ではないと思うよな、俺も。それは知ってないと思う。じゃあ協力関係。ロウ君は僕から目をそらし、その質問には答えなかった。いつもの僕ならこれ以上追求はしない。でも僕は変わるんだ。この頃からこうなってる。おかしなことが一つある。なんだお前、今日はおしゃべりなんだな。ロウ君が僕を一別して笑った。ロウ君はみんなの前に姿を現した。みんなが君のことを覚えていないことを知っていたはずなのに。うん、幼馴染の一員ではない見ず知らずの人物が突然現れ、攻撃的なことばかり口にする。そしてこの場には一人だけ殺人者がいる。そうなった場合、未来は予想しやすかった。君には強い疑いが向く。何言ってる。ロウ君から余裕の表情が一瞬だけ消えた。ロウ君はそれを承知で戻ってきたんじゃないの。もしそうなら、ここで考えは大きく二つに分かれる。うん。疑われてもみんなの前に姿を現す意味がある。もしくはみんなに疑われることこそが目的。ほう。いいよな。お前ほんと鋭いよな。わあ。一番苦手なタイプだわ。ちょっと図星疲れたってことか。まあ、でも行動に移す勇気はないからいいんだけど。傷つくのが怖いんだもんな。煽っていてるな、こいつ。下手な言い訳をするつもりはないようだ。僕が返事をしないでいると、ロウ君が僕の元から離れようとする。おしゃべりに見える彼だが、ふと一人で何かを考えているような顔をしていることが多い。わあ、そこもちゃんと見てるんや。彼は本来、
人が好きなのかもしれない。それを見てなぜかいつしかの僕を思い出してしまった。ねえ、みんなに受け入れられて仲間に入りたい。別に。でも嫌じゃない？誰かから嫌われてるの僕は気持ちよくわかるよ。ロウ君が警戒するように目を細めた。俺を詮索して何がしたい？何がしたいか、あの日から決まっている。僕は神谷君を助けたい。一度でいいから力になりたい。彼の悩みを解決したい。彼に必要とされたい。僕を引き入れたことを後悔させたくない。何を知ってる？何か思い出したかと思われてる。京介くんよ。こんなことをしながら京介くんよ、お前は何をやってる？もうもろろうと哲くんがこんなやりとりをしているのに、お前は何って。右手を腰につけてやってるんだ。お前は何も知らないよ。この会話で自分の考えが正しかったことを確信する。ろうくんはやはり隠し事をしている。暴かれるとまずい隠し事。その事実さえ分かれば十分だからだ。彼は警戒している。自分の本当の狙いが誰にもバレないように。その事実こそが彼が一体何をしているかを導いているとも知らずに。これで合っている。大丈夫。あとは行動するだけだ。でも、もし間違っていたら、みんなを殺すことになるかもしれない。怖い。やっぱりやめようかな。その気持ちに支配されそうになる。いつものように無難な選択をしてみんなにただついていけばいい。そうしたら安全だ。ここで葛藤が生まれとったんやな。そうじゃない。それじゃあダメなんだ。いつも僕は自分のことばかりを考えてきた。遠目にみんなを見ていたことを思い出す。そこに自分が入るのはみんなの空気を壊してしまいそうで嫌だった。そう思っていた。でも真実は違う。僕は傷つくのが嫌だった。空気を壊して責め立てられるのが嫌だった。お前はいない方がいいと誰かにはっきり言われるのが怖かった。だから責められる余地をなくして傷つく機会を減らしていただけだ。これじゃダメなんだ。このままなら神谷君を助けることなんてできない。どうしたらいい？話が終わり、スフライ君に近づこうとしたその時だった。ん？ああ鍵？ああここで拾うんじゃ。チャリンと小さな音がして、桜井くんのポケットから何かがこぼれ落ちた。あおたく京介、お前も腰に手を当てるけん。お前そんな変なことしようけん。鍵だ。桜井くんの部屋の鍵。ああ、そうか、この状況でさ行動を起こそうっていう決意を固めたからこそ、ここでさ、はい、桜井くん落としたよって言わずに自分で持って部屋に忍び込むっていう発想に入ったんじゃ。二人がこちらを見ていないのを確認して、僕はそっとそれを拾い上げる。あ、ごめん、僕ホテルに忘れ物しちゃったみたい。ちょっと取ってくるね。え？あ、ま、桜井くんが僕に声をかけたが振り向かずにホテルへと戻る。僕は今できる最善だ。もしかしたら恨まれるかもしれない。みんなには分かってもらえないかもしれない。それでも神谷君の願いがこれならば僕はやる。震える指先を小ぶるしを握り込むことで止めた。そうか、それで部屋に、ね、忍び込んだんじゃ。来た。部屋に入るまで誰にも会うことはなかった。ここまでは順調だ。さて、あのノートを探そう。いつも身につけていられるようなものではないから、この部屋にあるはずだ。
何かを隠すとき、人間心理的に自分の近く、しかし目視できない場所に置くことが多い。例えば、右足の中とかだ。メンタリストか。テス君、お前メンタリストか。あっさり出てきてしまったね。引き出しを開けると一冊のノートがあった。あまりにもあっけなく逆に驚いてしまった。部屋には鍵がかかっていたし、そこまで警戒しないか。ノートを開く。なるほど。どうやらこのノートは道具さんが残したものらしい。この世界の考察が出てきた。なかなかの厚さがある。長居はできないので拾い読みをするしかないだろう。パラパラとめくり、まずは全体の情報を整理していく。僕が速読の時にやる方法だった。これであの情報も手に入ったわけだ。スクランブル交差点で待機していると、桜井君とロー君が戻ってきた。桜井君は焦ったような、驚いたようにポケットを探ったり、地面をキョロキョロと見渡したりしていた。鍵なくしたもんな。鍵がないことに傷がついたみたいだ。なんだか悪いことをしちゃったな。僕は今気がついたかのように彼に声をかける。あ、桜井君、探していたんだ。どうしたんだ。これ落としていたよ。声で出てきたわけね。桜井君に鍵を手渡すと、安堵したのか、ほっと胸を撫で下ろした。ありがとう。部屋に戻れないかと思うと焦ったよ。お礼なんていいよ。それより用心してね。何が起こるかわからないから。あのノートは確かに他の人には見せない方がいいだろう。桜井君が懸念している通り、疑心暗鬼に陥りかねない。うん、本当にありがとう。その後、捜索を終えた僕らは、みんなの決めた集合時間に、スクランブル交差点に集まった。はぁ、あ。そっか。今日も見つからなかったか。みんなが集まってきて、今日の捜索でも何も得ることはできなかった。神谷君はうつむくが、すぐに顔を上げて笑顔を作った。明後日までには全部調べ終わるだろう。そしたら見つかるさ。うん。かやさんの空気が一瞬漂うが、町浩二君がそれを許さなかった。神谷、やっぱりローのことは納得できない。こんな感じだったっけ。ああ。まあまあ。よかったな、そういうそんな。無理もないよ。でも彼は確かに僕らの仲間だ。疑うならいろいろ聞いてみればいい。俺たちにしかわからないこと、僕たちしか知らないことに聞いて、ローグ君がそれに答えられたとしても、それは僕たちの仲間だったという証明にはならない。神谷君がローグ君にあらかじめ話しておけば済む話だから。そうだ、町浩二君もそれに気がついたのか、ローグ君に何も聞こうとはしなかった。町浩二、俺が犯人だとでも言いたいのかよ。そうだよ、お前以外にいないだろ。すごい体勢だなお前。そうか。お前もすごい体勢だな。なんかスキージャンプをした瞬間の人みたいな手の下げ方したらな、後ろにちょっと下げた感じで。誰かを傷つける人間なんていない。いやいや、いるんだろ実際。そうじゃなきゃ東国が殺されたりしない。さーて、死体はどこに隠されたんだろうな。殺されたって。いや嘘だよ。桃野さんの顔がみるみる青くなる。彼女は純粋に神谷君の言葉を信じていたのだろう。東郷さんが自ら去ったのだと。殺された可能性もあるなんて思ってもいなかったのだろう。やめろって。町工事、証拠もなく疑うのはどうかと思うよ。むしろそっちがやってない証拠を出せよ。お前しかいないんだから。うるせえな。わかったわかった。そこまで言うのなら俺はこの場を去る。そ
それでいいんだろう。ここで去っていたんだ。やっていない証明なんてできるわけがない。これだ。彼は疑われこの場を去る。これこそが彼が仕組んでいたことだ。神谷君を脅し、ロー君へやり遂げたかったこと。その裏にある目的まではわからないが、ここまでの僕の考えは合っているはずだ。僕がやるべき時はここだ。ああ、お前と一緒の空間にいることが耐えられない。たく、せっかくお前らの推理ゲームのお助けキャラになってやろうと思ったのに。ロー君の口元に唯一が戻ったと思ったが、ここだ。ここしかない。そうか、ここであれがあるんやな。あのイベントが。みんなちょっと来たぞ。声がかすれた。ちゃんと聞こえたか不安だったが、みんながこちらを向いている。届いたようだった。影山どうした。みんなの視線が刺さるようだった。声を出そうとしても喉で息が詰まってしまう。神谷君はいつもこんなのに耐えているのか、それとも棒だけが怖いのだろうか。手作りなくてもさ、ちょっと器用な人だったらこの視線はちょっと耐えられんかもしれんな。もし僕の考えが違ったら、みんなをピンチに陥れることになる。本当にこれで合っているのか。僕がやろうとしていることはみんなのためになるのか。不安だけが頭の中で膨らんで何も考えられなくなってしまった。みんななら受け入れてくれる。大丈夫だと分かっているのに、自分でもどうにもできない不安が体を支配していた。今僕は神谷君の力となるべきか、それとも今までの自分のままであるべきか。まさかこれは俺選択肢出てくるの。でーやっぱ出てくるんや、やっぱ出てくるんや、これマジかー。